ツイートしよう。今日のメニューを。いやー、上手にできたな。ひろゆきが昨日さ、為替介入でさ、なんか6兆3000億か使ったのが1ヶ月で消えました。為替介入で6兆3000億あればもっと景気日本良くなったのにねって言われて、そうツッコミされて、一生懸命言い訳書いてるけど全部論破されてる。さすがに苦しい。で、為替介入はさすがにさ、そんなに詳しくなくてもさ、わかるよね。買ってるだけだからさ、価値が上がる下がるはもちろんあるから、売った時にいくらになるかまた別としてさ、そのなくなってはないんだよな。配信やめて新たに働くなら何の仕事したい？まあ、そうだな。この13年間とある程度の今までできた実績をもとに、うさんくさい、なんかセミナーとかやるかな。儲かるだろうな。多分すげえ儲かるんだろうな。実績あるからな。会社とかにそんなに実績あるか。歌い手のレジェンドぞ。お前ら忘れてるかもしれないけど、一応歌い手の最盛期のレジェンド級カテゴリーの一人ぞ。もうやってないってだけで。過去の栄光が役に立つんだって。こういう時、うさんくさいことするときは。企業とかさ、そういう、なんだろう、ネット事業とか始めたい人とかさ、そのインフルエンサーがどうこうみたいなところには絶対に俺の肩書き持ってたら簡単に それなりの職にはつけると思う。かわよ。そして捕まります。悪いことはしない。悪いことはしませんよ。どうした、アウル。